こんにちは、ドクターネックスです。本日はアラン・カルガチャよりノイトラかかってこいよ。はい、強化していきましょう。必要な素材、覚醒、もちろんシンプルやな。これさ、一括選択でさ、なんで自分服は止められないの？前から分かんないの。これなんでこの、あ、頭から順番にっていう意味でだとか。はい、クリア。はい、強化していきましょう。必要な素材、降臨が必要なことだったんでシンプルですね。隠す能力解放、こちらがレベル200まで強化したノイトラ。所属はアランカルエスパーダ。キラーはアランカルキラー。必殺技、ボーランの大釜。セロを放った後、上空で竜巻を起こして武器を投擲し、当たった敵全員実際ダメージを与え弱体にする。ソウル特性は、火ダメ 20% ダウン。てめえの剣じゃ俺は切れねえ！それが全てなんだよ！かっこいい。ノイトラ・ジェルガ。全エスパーダの中で最高高度のイエレを持つクイントエスパーダ。好戦的な性格でどのような相手であっても情けをかけることはなく仕留めようとする。はい、まあ最近もね、この解放前のノイトラっていうのは来たんですけどもね、また登場ですね。全部の攻撃に弱体を持っていて、パッシブスキル、緊急回避回数プラス1、スーパーアーマー、氷結無効、アビティは通常 50% アップ、強攻撃ダメージ 60% アップ、火ダメージ 20% ダウン。チンパティ効果で技アランカルの通常攻撃ダメージ 20% アップ、通常攻撃範囲アップ 20%、通常攻撃ヒットサッププラス1、状態上プラス5秒、グループバトル時青攻撃 30% ダメージアップ、敵弱体時全ダメージ 40% アップ、グループバトル時キラー効果 50% アップ。通常特化型ですね、初心者向けに説明すると、この通常攻撃ヒット数アップっていうのがついてれば、通常攻撃特化型と考えて良いです。でこのキャラは、通常攻撃特化型ですと。特に、グループバトル特化型のバトル向けではなくて、通常攻撃特化型って2パターンがあって、バトル向けなのと、グループバトルのサブ要因としての能力を持つというところなんですけども、このノイトラはグループバトル向けのキャラになってますね。ちょっと待ってですね、アランカルキラーはグループバトルハード、アランカルキラー青向こうん、噛み合ってなくねえか。僕一回ちゃんと確認してきます。お待ちください。
確認してきました。やっぱりですね、アランカルキラー青のところってやけどマップなんですよ。なのでこの氷結無効が全然噛み合ってないですね。青無効のところは氷結なんですけど、なぜそうなってるのか、これ間違えたんじゃねえぐらいな感じですね。赤無効はやけどで、青無効は氷結ですね。青無効マップに噛み合う形になってるんでちょっと微妙ですね。まあいいか。まあ火ダメ 20% ダウンっていうのは最大倍率です。で通常攻撃特化型なんで、海岸の順番はまずは攻撃、2番目に会心、攻撃会心で、通常攻撃が上がります。防御体力はお好きな順番で、5つ目の海岸で冷圧がおすすめです。強攻撃あんまり打たないね。まずは攻撃を強くして防御体力で、死なないようにして最後に冷圧っていうのがおすすめですね。特別抽選は攻撃冷圧もうひどい攻撃、会心がおすすめです。もう今日ね、なんかここ実は何回も取り直しててもうなんか回らなくてしたが、攻撃会心がおすすめです。ちなみに攻撃250と会心1000だったら攻撃250分の方がおすすめです。とりあえず10まで上げましょうかね。はい、おすすめのアクセリンク、通常型なんで第2効果は攻撃で、で、まずヒーガチャ限定アクセ、まずはチャッピーで、防御を考えない、その体力を考えなければ、巻き絵は非常に攻撃力が上がりますね。そして、霊柱。これで通常攻撃がガツガツ上がりますね。で、道中簡単に行くんであれば、ガチャ限定アクセで良ければ、ゼタボルタン。さらに、攻撃を上げたいっていう場合は、俺、キンチョピ、一本なわけないでしょ。あ、でもあれだな、防御会心、あーなるほど、会心の検証のために変えたんだ。かかってこいよ。今回非ガチャ限定アクセだけで進めたいんで、これにしましょうか。これであれば合成だけでできます。あとは、ハンチング棒も基本冷圧にするのをおすすめしてるんですけれども、攻撃にしても攻撃 45% アップなんで、こうしても結構ね強いですね。まあ、冷圧 15% アップが意味なくなっちゃいますが、今日はこうしてみようか。基本ここは通常攻撃ダメージアップ、次30、30、30にできるんだけど、ちょっとそれは参考にならないんで、20、20、20にしようか。あれだね。単純に20、20ってもう、ここしかないのか。他、特別な能力がついちゃう。まあ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 、こんなもんでいいか。はい、こんな形で通常 20% アップを3つ積んで、通常もともと 50% アップに 60% アップが乗って 110% アップ、こんな形でいきましょうか。
で攻撃は、30+30、30+30、15+30という形で攻撃 165% アップと強いですね。じゃあ継承の間いきましょう。かかってこいよ。終わりだ。はい、進歩か。あ、長いね。最近端から端まで届かない通常多いんですけど、端から端まで届いてますね。横600、長さ180。本当にもっと長く見えるけど。で、全く一歩も進まないタイプのアートですね。キョウイチ終わりだ。自分を含むんだ前方攻撃です、ね、終わりだ。キョウニ集めてどんごめん。キョウイチが、範囲625、キョウニが、終わりだ。強にも625ですね。同じ範囲を集めるって感じです。終わりだ。正直広くないですね。バカだ。強さん笑わせるな。フルスクリーンですね。画面全体です。終わりだ。まあでも十二分に通常クエストでも問題ないですね。まあ最近のキャラはもっと敵ガード向こうがみんなついてるから、そこら辺がちょっと面倒いなっていう感じは出ちゃいます。必殺技。押せ。シャッピー済みなんで。押せ。俺の方が上なんだよ。はい、直近のノイトラは心属性で強攻撃型なのかな、一応な。
強攻撃型、まあ、微妙かな、まあ強攻撃の通常型、ここも強攻撃型ですね。で、通常強攻撃通常、あ、半々な感じですね。通常ばっかかなっていうイメージだったんですけど、そんなこともないですね。うん、でも大体偏ることが多い中、半々っていうのは珍しいんじゃないかなと思いますね。ノイトラはかなりね、その、オリジナル形態とか、あとは六本腕の方が本当に強い通常型だったんで、かかってこいよ。それに比べると物足りなさを感じてしまうなというのが正直なところですが、まあ、好きな方はぜひ愛用してみてください。アランカルキラーの比較、技アランカルキラー青、なんかここが強いっていうのが微妙だな。20、20、40だけど、まあ、兄ちゃんまだ戻る？兄ちゃんは、まあ、若干あの強攻撃がもっさりしてる部分もあるけど、まあまあ強いですね。残念ながらね、このアイゼンが通常型なんで、あの大品種を買った千年血栓アイゼンですね。冷圧で押し潰すっつって冷圧が低いっていうね。でまた通常なんで、ここ随分層が薄いですね。長いこと強いキャラが来てないですね。ここまた技アランカルキャラでまた強いのが出てもいいんじゃないかなって思うレベルのところですね。ちなみに赤は、赤もまあここだったらカカオかな、カカオグリムかなっていうところで、当選は通常型なんでね、てか通常、最近通常型が多いな。通常通常通常とでチャドまで戻るってね、かなりここは新しいキラーが全然出てないですね。最近はね、この新しいキラーのところに集中したりしてたんで、このオーソドックスのアランカルキラーが随分出てないなというところですかね。はい、そのとこかね。かかってこいよ。てめえの剣じゃ俺は切れねえ。それが全てなんだよ。今回はここまでです。以上、ドクターネックでした。お疲れ様でした。いつから錯覚していた？ごめんなさい。ボナービの紹介してませんでした。ボーナスアビリティですね。このキャラをどこで使うかによるんですけども、グループバトルであれば、僕だったら体力最大値とバリアをつけます。バリアによって、あ、いやー、でもどうかなー。どうかなって言ったのは、やけどマップなんですよ。グループバトルで使うんだったら、やけど短縮は1個つけるかな、僕なら。やけど短縮と、まあ弱体時全ダメアップとかでもいいかもな。体力最大値か、弱体値全ダメアップ 20% をつけて、でもう一個は、やけど短縮にしますね。ちなみにやけど、やけど短縮いらないか。また通常とやけどの組み合わせがあれば、もし、ラブを持ってれば、やけど短縮1個積んでもいいかもしれないですね。で技は唯一の、ワンダーワイスが火傷一人で火傷無効できるんで、これで火傷無効にして、バリアと体力最大値ってつけてもいいかもしれないですね。それいろいろ
自身の手持ちによって相談をというところですね。ボーナスアビリティ紹介忘れていたんで、使うところはそれぐらいだと、グループバトルの想定だけでいいんじゃないかなと思うんですよね。もし普段使い、趣味で普段使いするんだと、まあもちろん体力最大時と、まあ、通常特化として使わないっていう人は防御低下能力負荷とかつけていいかもしれないけど、まあまあまあグループバトルの運用として考えるんだったら、ワンダーワイスがやる人は、体力最大時とバリア、ワンダーワイス持ってなければやけどと、まあ、弱体全ダメアップか体力最大時ってとこですかね。はい、追加のてめえの剣じゃ俺は切るねえ、それが全てなんだよ。ボーナス MBT の解説でした。以上ドクターネックでした。お疲れ様でした。